北方人種。北方人種は20世紀前半の人類学で高カソイドの海分類の一つとされた人種の一つ。現在では科学よりも思想的な概念と考えられている。北方人種は1899年にウィリアム・ゼット・リプリーにより地中海人種、アルプス人種と共に定義された。今日では人種主義のために考案されたと考えられている。 アーリアンが苦節参照。北方人種は北欧系をその典型とし、ノルディック人種とも呼称された。北方人種に属する人々は、ブロンドの形質があり、メラニン色素が少ないので、皮膚、頭髪、光彩の色がやや薄い傾向にある。皮膚のメラニン色素が少なく、薄桃色を呈する。毛髪は、いわゆるブロンド髪であるが、 南に行くほど濃色になり、明るい褐色を呈する傾向がある。交際の色は灰色などである。頭を上から見ると、幅が狭く前後に長い。また身長が高い。身体的にも筋肉質であるなどとされた。古代ローマが栄えた時代のゲルマン人も、主に北方人種であり、彼らは170センチメートルあったとされた。フランスの人類学者、アンリ・バロワは、 北方人種の男性の平均身長は173センチメートルで人類中でも高身長の範疇に属する。スカンディナビア南部からヨーロッパ北岸を通ってイギリスに分布する北方人種の一群にはクロマニョン人への類似が認められるなどとした。上述されている通り多分に人種差別を肯定する思想を含んでいる分類であり、その妥当性を主張する理論は 矛盾や破綻、謙虚不快に満ちている部分が多かった。一例として挙げられるのが、ハンス・ギュンターによるアウグストス論で、彼はすべての歴史的資料を無視してアウグストスが北欧人の末裔であると主張した。その最大の理由は、アウグストスが公平であったことである。これは彼らにとっての理屈である、北欧人や北欧系中央人が最も優秀なヨーロッパ人に対する、 一般的で率直な反論であるヨーロッパ文明の不素たる古代イギリシャ、古代ローマにそれらの人々が少なくとも彼らが同時に主張したアルプス人種や地中海人種に比べてほとんど関係していないという意見に吸収した結果導かれた奇妙な学説であった。また同様の理由から逆に北方人種は地中海人種から枝分かれして成立したとする理論も 主張されたが、両者共に信憑性は薄い。北方人種主義を人種理論、内し人種思想において至上視する意見はしばしば、ノルディックイデオロギー、ノルディックアイデオリジーと呼ばれた。より短く、ノルディキズムとも呼ばれるが、ハンスカンディノビア主義の通称、ノルディズムと略称が似ているため注意が必要である。両者は共に北欧と深いつながりを持ち、相互に関連し、 影響を与えた部分もあるものの基本的には異なる概念である。したがって反スカンディナビア主義の略称としてはスカンディナビズムがより品に用いられる。北方人主説はヨーロッパ全体や北米等では広くは受け入れられなかったがナチズムや KKK の設立などに多大な影響を与えた。アドルフ・ヒトラーはマディソングラント、マディソン,グ,ン,ィソングロンとの 意外な人種の消滅ザパッシングオブザグレートレースを、を私の聖書と呼んで愛読していた。北方人種説は人類がその有料な北方人種に導かれ、淘汰されるべきとする。もしくは支配民族、説へと発展を遂げ、アーリアン学説と並んで国家社会主義ドイツ労働者党を呼び、ナチスドイツの人種政策の根幹となった。20世紀前半に、 心理学者の学説などによって用いられ、彼らは北方人種が知能、精神面でも優等で人を導くのに最適な才覚を持っていると主張した。この辺境で不確かな理論は様々な批判や反論を受け、特に地中海人種と彼らが同時に分類した人々が作り出した欧州の古代文明、オリエント、ギリシャ、 ローマとの関わりはないに等しいではないかと指摘された。彼らは急死した結果、それまでの歴史学の学説や状況証拠をすべて無視して、その文明も北欧紀元の人々が作り上げたのだと弁した。最終的に、ノルディキスと北方主義者たちは、北方人種がいくつかの分野では、地中海人種より劣った部分を持つことを認めた。それでも彼らは指導力については、 北方人種が持つもので、地中海人種は他の人種と同じくそのもとに集うことで進化を発揮できると譲らなかった。一方、北方人種と同じく古代では倒され征服される側に関連があったとみなされた。アルプス人種には遠慮のない差別が行われた。彼らは地中海人種は北方人種に次ぐ優等さを持つとして、高貴な人種の一部に含めたが、 アルプス人種は創造性に欠ける百姓階級でしかないと断じた。アメリカの人種学者マディソン・グラントは地中海人種、体においては北方人種に劣るが地性豊かで創造性にあふれるアルプス人種、基本的に従えられる存在で、兵士や水婦などに用いる、大たる北方人種とは最も正反対の存在と定義している。当然ながら、 地中海人種、メディタレニアやアルプス人種、アルピーネと定義されたのほとんどの人々は、ノルディキストの考えを暴言としか捉えず、ノルディキストからは反、ノルディキストとレッテを張られた。反、ノルディキストたちの中でも、イタリアの歴史学者は、歴史学の観点からノルディキストの古代史における、教弁ぶりを、次々と論破していった。その上で、 オリエントギリシャローマという存在は逆に地中海人種こそが指導力を持つ人種であることの証拠であると皮肉った。メディタレニズムとも呼べるこの反論は影響を残し、イギリスの人種学者は少なくとも歴史学上の業績だけで論じればむしろ地中海人種こそが指導力を持つ人種に思えると同調する意を残している。同じく人種理論の親であったも、 ホメロスが北欧人だったと言って誰が信じるだろうかと古代史に関する狂弁を今しめている。様々な反論や矛盾を含みながらノルディキスとの理論は一定の影響力を維持した。それが最も顕著だったのは当時移民に関する選別を進めていたアメリカ合衆国で戦術した人種学者マディゾン・グラントがノルディキズムの熱狂的な伝道者として活動している。 グラントが記したザ・パッシング・オブ・ザ・グレート・レース・オアザ・レイシャル・ベーシス・オブ・ヨーロッピアン・ヒストリーは人種学における概説書の典型となった。グラントは合衆国政府の助言者として承知され、人種理論に基づいた移民政策の立案に努めた。彼は優等である北方人種の移民を無制限にし、地中海人種とアルプス人種は選別を行うべきと主張し、そして、 アフリカなどからの黒色人種、日本、中国などからの黄色人種の移民は全面的に禁止するよう提案した。グラントの信ずるところは基本的に北方人種が人類文明を作り上げたのであり、それを無視した人種根血はアメリカの破滅を招くということであった。グラントの移民規制計画はカルビン・クーリッジ大統領によってほぼ実行に移され、クーリッジは 人種の根結は自然の摂理に反することであると談話を発表した。日本においては、排日意味運法と誤って訳されている法案は1924年意味運法と呼ばれるもので、対象は黄色人種と黒色人種の全面規制、及び北方人種以外の白色人種に対する部分規制であった。具体的には北欧と西欧の中で地理的に 北欧と近いイギリスアイルランドドイツに対する移民規制を弱め、逆に東欧、南欧、北欧から遠い西欧からの移民に制限枠を用意するものであった。グラントの理論は一般大衆にも影響があり、カイスコット・フィッツジェラルドのグレート・ギャツビーはノルディキズムを体現した人物としてギャツビーを描写し、作中でノルディキズムに言及する場面もある。またジャック・ロンドン。 ロバート・ E ・ハワード、ハワード・フィリップス・ラブクラフトは、グラントの理論を信奉し、ノルディキストとして行動したことで知られている。欧州ではほとんど支持されなかったノルディキズムは、ドイツでのみ、各国に比べて、非常に高い名声を得ていた。ドイツでは、ノルディキズムをノーディスッチャー・ゲダンケ、北方主義と呼び、生物学者、オイゲン・フィッシャーがその中心人物であった。 ショーペン・ハウエルの思想とダービニズムを融合させ、厳しい北欧の環境が自然淘汰された人類を残したと主張した。この理屈は、優生学と社会、ダービニズムと深い関連性を持ち、社会における弱肉強食の淘汰を肯定した。後に、インドヨーロッパ語族に共通の素民族、アーリア人がいたと考えるアーリアン学も加わり、北方人種が アーリア人の直接的末裔であるとして古代史の側面からも指導者階層であることを補強しようとした。当時のドイツは統一のためにこわだかに叫ばれたドイツ民族主義を正当化するため政府の支援を受けた民族学による民族的な市場主義が唱えられた時代であった。その中で人種的な市場を説くノルディキズムは延長線上の議論として違和感なく 国民の多くに受け入れられる傾向にあった。ただし、民族主義がそのロマン主義的な空想から一般大衆に支持されたに対し、人種主義的は科学を援用していたことから知識人に好まれる傾向があった。後年にナチスの理論家となる人種学者、ハンス・ギュンターは、もともとは生物学者であり、からの影響で人種学に関する著作を執筆している。 ハンス・ギュンターは、従来のノルディキズムが唱えた、白色人種の三大分類、北方、地中海、アルプスに、新たな分類として、東ヨーロッパ人種とディナール人種を加える理論を、唱えた。一方でギュンターは、ドイツ民族という分類に対しては、冷淡な態度を見せ、ドイツ民族と呼ばれる人々は古代人種が入り乱れた、最も人種学的に雑多な集団であると断じている。 彼の理論に基づいたナチスは、実際にドイツという枠組みより、北方人種、アーリア人種の国家統一を成し遂げることを望んで、北欧男性との結婚を奨励するなど、北方的でない自国民を礼遇する合わせもあった。こうした点から政治学者、ハンナ・アーレントは、ナチスは民族主義というより、人種主義による全体主義であったと論じている。 第一次世界大戦後の政治的混乱をついて対等したナチ党のアドルフ・ヒトラーは我が闘争でオイゲン・フィッシャーらの理論に言及して彼らの研究を科学的真理と呼んだナチス内でヒトラーが権力を掌握するとノルディキズムは重要なイデオロギーの一つに掲げられアルフレート・ローゼンベルクが理論家、イデオローグとして20世紀の神話を編纂、執筆 人種問題に関する理論武装を行った。ローゼンベルクの理論はオームネグラントの理屈を踏襲した他の人種との交配は国家を破滅させるという主張を掲げている。その上で民族的、宗教的分類であるユダヤ人をセム人種という特有の人種的特徴を持つと主張することで反ユダヤ主義とのルディキズム、民族主義と 人種主義を融合させようとした点に特徴を取る。またアーリアン学説も古代における優位を主張するために取り込まれ、ノルディキズム、反ユダヤ主義、アーリアン学説を合一させた内容と言って良い。この思想は、ノルディキズムをはじめとする三つの源流思想とも、厳密には異なる概念であり、支配人種と別称された。支配人種とは、ノルディキズムが唱えた指導力を持つ。 北方人種のことをナチスが主たる人種と言い換えたことによる。ナチ党の権力掌握によりドイツ内で支配人種説が一般的な価値観として浸透させられていき、人種法の制定で本格化した。だが一方で肝心の支配人種、北方人種、アーリア人を具体的にうやって分類するのかはナチス内でも統一した見解を持てなかった。 例えば1933年に書かれ、後にナチスにより発禁とされたの北方人種論では、北方人種の特徴は滑舌の良さにあると主張されていた。分類方法についての議論と淘汰が繰り返され、最終的に強い影響力を保持したのは、ハンス・ギュンターの理論であった。支配人種説の源流であるノルディキストの使徒として、ギュンターは、 ナチスの人種論に関するイデオローグという地位を確立し、人種政策全般の総責任者に栄達していたアルフレート・ローゼンベルクの参謀役であった。オイゲン・フィッシャーら、ギュンターの死にあたる先駆者たちも次々とナチスの雇用学者として招致された。そしてノルディキズムの王やタル・マディソン・グラントの、ワヒトラーによって、ナチの聖書とまで称賛された。グラントもノルディキズムの体現者として、 ヒトラーへの称賛と協力を惜しまなかったが、皮肉にも彼が制作した初期の人種図ではドイツはほとんどが列島であるアルプス人種に含まれると論じられていた。このことはギュンターによっても指摘され、先の反ドイツ民族主義としての発言を行わせている。グラント、そしてその系譜にあるノルディキストたちの一致したドイツ人間は北方沿岸部バルト海の住人を除けば、 列島人種から構成され、特に南ドイツで、それが顕著であるという内容であった。よって、南ドイツ領域の拡大となるアンシュルスは、ますますナチスの政治行動と人種論矛盾させていった。彼らは優等な人類を庇護するべく、北方に進まねばならないはずだったからである。ユダヤ人に関する選別でも定義に混乱があることが指摘されており、西欧系、東欧系、 南欧系、中東系で厳密に区別されていたという。ナチス内でもノルディキズムに対する反論も現れ始め、ゲルマン語派に属する諸民族が、ゲルマン人種という、セム人種同様の新しい人種分類と一致すると主張する派閥が活動した。彼らは、ギュンターらのノルディキズムはむしろ、北欧市場主義と近く、ドイツ民族主義と著しい乖離をもたらすが、ゲルマン人種主義は、 ドイツ民族主義と矛盾なく共存できると主張した。1939年までに国家勢力の大幅拡大に成功したヒトラーは、ノルディキズムを実質的に帰却して、ゲルマン人種主義、ドイツ民族主義の合一へと倶り返した。しかし、それでもノルディキズムの影響は、ナチスの人種政策から分離できず、ギュンターらによるゲルマン人種、ドイツ民族より、 北方人種を優先する理論も展開を続け、生命の泉計画などが実行された。終戦まで、ヒトラーやナチス政府は、北方人種主義と、その他の理論の混在が継続した、まとまりのない人種政策を展開した。1942年時点でもヒトラーは、以下の談話を残している。また終戦後の新しい世界秩序において、そのエリート要因を育成する意味を持っていた。 新衛隊は、家柄より、身体的特徴が望まれ、その要件は、完全にノルディキズムの概念に従っていた。ヒトラーは、新衛隊の意義について、以下のような訓示を述べている。ノルディキズムに対する批判は主に、イギリスで1930年代頃から、盛んになり、著名な歴史学者アーノルド・ジェート・インビーは、むしろ生物学的に雑誌と言える方が、 自然淘汰の理屈にかなっていると人種浄化を否定する論人を展開した。また南欧ではジュゼッペ・セルギー以来のメディタレニアが優勢であり、ノルディキズムは一部地域を除いてほとんど影響力持たなかった。ナチスの政治的名友であったファシスト党のベニート、ムッソリーニもたびたびヒトラーのノルディキズムを嘲笑する皮肉を述べている。ムッソリーニは人種論など9割は 感性の産物であると一周している。ノルディキズムのメッカであったアメリカではナチス、台頭以前からすでに第一次世界大戦の参加とその後の世界大恐慌による国内の大混乱によって人種論の正当性が疑われ始めた。グラントの理屈に従って移民規制を行っても結局国家的な衰退や失敗からは逃れられなかったからである。加えて国色人種の増加と 社会的進出は、従来の白色人種の人種主義において、ノルディズムより、白人同士の平等主義が広まるという皮肉な結末を生み出した。いかにして、白人全体の独自性を守るか、という議題に、優勢学者や人種学者の注目が高まる中、グラントの白人間での優劣議論は、過去の話題になっていった。そして、ナチスによって具現化されたノルディキズムの蛮行と、 辺境差は完全に欧米世界でのノルディキズムへの理解を喪失させた。セルギによるノルディキストの古代文明における主張の高頭無計算の指摘が再認され、またセルギよりさらに広い分野にわたっての反論が展開された。その過程でアーリアン学説も歴史学的にほとんど証拠を否定され、今日では偽説の典型例とみなされている。 1936年、歴史学者 MW ・フーバーは、このような高等無形な理屈が受け入れられた背景には、国民としての形成が遅れたドイツ人の劣等感が背景にあるとまで論じた。第二次世界大戦後は、科学的発達でますますノルディキズムは衰退したが、依然として三大人種論とともに、白人三分論は学説として密かに温存された。 しかし、クルガン仮説が発表され、白色人種のウラル起源説が有力視されると、ノルディキズムの不利は決定的となった。ノルディキズムにほとんど致命的な敗北を敷いたのは、遺伝子学による人種研究であった。2007年にまとめられた大規模な調査結果によれば、欧州全域の生物学的差異は、他の大陸や地域に比べて極手低く、すべてのヨーロッパ人は、 極めて近い遺伝子構造を持つと発表された。北方人種が分布するとされた北欧地域には、Y 染色体ハプログループ I1 系統がコーヒーインドに見られる特徴がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。